リモラ。 F1 ヨーロッパラウンドが始まると日本人佐藤拓磨に様々な試練が訪れた。ここはフェラーリのお膝元。レースも完全なフェラーリの天下だった。ミハエル・シューマッハがポールポジションから独走、弟ラルフが追う展開。ブリヂストンがフェラーリと共同で開発したタイヤが威力を発揮した。一方タクマは自己最高の予選14位からスタートしたが、わずか5周目にゆるゆるとピットイン。ギアが一速に入ったまま動かない。シューマッハは2位以下に1周1秒以上の差をつけながらぶっちぎりの独走。タクマは一旦はレーストラックに戻っていったが、トラブルは解消せずリタイア。マシンの信頼性向上を祈るのみであった。フェラーリ F2002 プラスブリヂストンのパフォーマンスはパーフェクトという以外なかった。サンマリノグランプリはフェラーリの圧勝に終わった。フェラーリ今季初のワンツーフィニッシュ。フェラーリの強さは第5戦スペインでも遺憾なく発揮された。バリチェロはクラッチトラブルで消えたが、ミハエル・シューマッハが一人王道を行く。タクマのスタートダッシュも見事。18位からスタートし一気に13位まで上がっていく。ミハエル・シューマッハとフェラーリに一点の曇りなし。またしても独走。追わなくてはならないライバルたちはこんな有様だ。ノズルがね、つながったままだったんで、はいはい、ドリームが止めたんですよ。モントーヤ、メカニックを引く。ドタバタ。さあ、最終コーナーはこの砂煙の向こうに佐藤拓磨なのか、拓磨だったのか。11周目の最終コーナー、アンダーステアのマシンに手を焼きコースアウトするタクマ。ヨーロッパラウンドに入り2戦連続リタイア。走れば必ず勝つフェラーリ F2002。 ミハエル・シューマッハ3連勝。早すぎるのか、ライバルたちが遅すぎるのか。2位モントーヤは35秒遅れ。ジャントッド・ド・マンエツ、ライバルたちの奮起を望みたい。タクマもマシンに課題。そればかりか人生最大の危機迫る。